はい、では今回はこちらのパッケージスクイーズ、ペーパースクイーズを紹介したいと思います。私は以前にペーパースクイーズとパッケージスクイーズというものを作っていて、出しているんですが、そちらのちょっと改良したような感じの、やつを作ったので、今回こちらの作り方動画を紹介したいと思います。はい、では材料を紹介します。まずはこのような感じのパッケージとなる、ものですね。私はこれ手書きで書いたんですが、印刷したものとかそういうものを使ってもいいかなと思います。こちらと、あとこの裏側になるやつですね。折り紙。まあ普通の白い紙でもいいかなと思います。こちらと、あとはこのような平べったいスポンジです。これはニトリの低反発枕に入っていた低反発調節シートというちょっともともと低反発になっているスポンジです。でもこちらはね普通のスポンジでも大丈夫です。なんですが厚みをねあんまりありすぎると折り紙の方がこれを今包むのでちょっと包みづらくなっちゃうのでこれを用意してください。あとはこちらの OPP テープです。ちょっと汚いんですけど、すいません。こちらも、100均の方で売っています。透明で、周りをカバーするのに使います。こちらと、あとはこちらの両面テープです。こちらも、100均の方で売っています。これね、幅ちょっと広めの方がやりやすいかなと思います。パッケージになるものとかを、まずは、テープで貼って、頑丈にします。このペラペラ具合だと、触っていくうちにシワとか、あと穴が開いてしまうので、これを保護するために、こちらの OPP テープを、貼っていきます。はい、ではこんな感じでカバーがされたので、とてもツルツルしていて、とても頑丈になりました。そしたらこちら一旦置いておいて、次はこちらの裏側になる部分のこの折り紙を用意します。この折り紙の大きさの方がいいかなと思います。で、このスポンジですね、11センチの8センチに切ったものを、包んでいくんですが、このマチを作っていきたいと思います。置いた時に、置くと大体このぐらいね、マチができると思います。それで、この大体の高さに合わせて折ると、まあ、こんな感じでね、ちょうど隠れるかなぐらいでやります。で、こちらもこのぐらいを折ります。で、こんな感じで、まあ、ちょっと結構ね、大体で大丈夫です。こんな感じで包み込めました。そしたらこちら側も、線をつけてこのようにして、で、ちょっとここがね、余っちゃうと思うので、こういう感じにします。で、こっちも同じように、これは本当に大体ですね。では、こんな感じで、ちょっと結構もう大体なんですけど、こういう風にできますね。で、ここは、ここのところは、こんな感じで、最終的に折り曲げてしまうので、このまま、大丈夫です。で、これ難しい方は切って取り除いちゃっても大丈夫かと思います。とりあえず全部を覆うように折り紙が貼り付けば OK です。はい、では、こちらのスポンジを今度こちらに固定していきたいと思います。ちょっともう今一瞬貼っちゃったんですけど、両面テープをこ
この底に、2枚貼ります。この長さも適当に切って貼ります。はい。これをね、2枚貼っただけなんですけど、こちらをね、貼ったので、今度こちらを剥がします。はい。剥がしたら、こちらの先ほどのスポンジをこちらの型に合わせるように貼ります。はい、ではこんな感じで貼り付いたら、今度はこちら側に両面テープを貼って、この縁をこのスポンジにくっつけていきます。貼り付きました。で、こことかはね、まだ貼ってないのでピラピラしてて、このマチとかもね、あってピラピラしてるんですが、このままで大丈夫です。で、こちらの書いたこういう紙というかイラストをここに貼っていきます。はい、また使うのがこちらの両面テープですね。両面テープをここに貼っていくんですが、ここに貼るのちょっと難しいので、こちらのイラストの方にこちらを貼っていきます。こちらだけ頑丈につけたいので、ここ全体的に両面テープを貼ります。そしたらこちらの両面テープをすべて剥がします。そしたらこちらの先ほどのやつに貼っていきます。先ほどのこのマチなども中に入れて、こんな感じで貼っていきます。今度は、裏面の部分をちょっと頑丈にしたいので、またこちらの OPP テープを使います。ではこんな感じで完成しました。はい、こんな感じです。で、低反発というわけではないんですが、結構こんな感じの音味とか、あとこのパッケージがやっぱりこういう風にかけて楽しいかなっていう感じですね。はい、すごい低反発ってわけでもないし、すごいいい音というか、すごい音が鳴るわけでもないんですが、まあこういう感じのね、パッケージスクイーズというか、ペーパースクイーズ、なんかね、すごい楽しいなと思います。で、前に作った時は、両面テープを巻く作業をしたんですが、今回は両面テープを巻いてないので、結構、手軽に作れるかなと思います。で、あともう一個こちらいいなって思ったのは、このようにパッケージを、紙に書いてるので、書きやすいんですよね。前はスポンジの上に書いたりしていたので、ちょっと書きづらかったりするんですけど、今回は事前に紙に書けるというところと、
あとね、こういうの、なんかイラストとかコピーしたりとかしたものをね、貼り付けてもすごく可愛いかなと思います。で、あんまりギューってやりすぎて、触りすぎるとちょっと壊れ気味になっちゃうかもしれないんですが、まあね、ある程度触ってもそんなに、この OPP テープが貼ってあるので、あんまり感じないかなっていう感じがします。では皆さんよかったら作ってみてください。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。